みなさんこんにちは経営コンサルタントの中野です今日も中野雄二の草コイン新聞社会人サークルを始めていきたいと思います草コイン新聞購読視聴規約ここでねこの動画を一旦止めていただきまして ここに記載されている第1条から第7条の文言を大きな画面にして一語一句読み飛ばすことなくお読みくださいどこが1箇所でも承諾できないというところがありましたらあなたはこの動画の続きを見ることはできませんすべての文言に承諾できた方のみこの動画の続きを見ることができますそれでは行ってみましょう LINE に登録してくださいねそしてこの動画の感想を送ってくださいステッカーを販売しております1万600円です LINE でね申し込みしてください令和2年4月9日木曜日草子院新聞 FX 中野研究会えっとねえっといよいよね、えー、安倍首相がですね 緊急事態宣言を発令して、ですねあの、まあ、私が住んでいるここ、千葉県松戸市も、ですねいよいよですね人気がなくなりました、<laughs> はい、駅ビルとかもねあのあの食,料店食料品店の以外も,、ね、も休みになっちゃったんですよね、でもちろんスターバックスも,も休みだし。 駅前もね人が歩かなくなっちゃいましたね家にいるって感じですまたまああのと特にね東京に、えー、出社して東京に勤務先がある人は自宅待機になったりね自宅からパソコンで、えー、テレワークしたりねしてますのであの電車にも乗らなくなっちゃったんですよで本当に あのー、潰れちゃうんじゃないかなって、日本の経済がね。日本の経済全部が、潰れちゃうんじゃないかなっていうぐらい、まあ、お金が回ってない感じですね。で、まあ、今日ですね、ちょっと食料を買いに、駅まで行ってきたんですけどね、車でね。で、まあ、花屋もですね、半分シャッター閉めてる感じでしたね。 モスバーガーやってましたね。あと銀行、三井住友銀行やってました。で、人がもうほんと、全然いなかったですね。で、イトーヨーカドー行って食料買いましたけど、まあ、昼間だったんだね。人はまばらでした。いやー、どうなっちゃうんですかね。本当に心配です。で、今日のお題なんですけども、このままではみんな自己破産になってしまうよね、これね。だって、え、まあ、<laughs> 年金暮らしの人はね、いいかと思います。年金暮らしの人は年金が支払いが滞ることは絶対ないのでね。年金で暮らしてるって人は、もうあの余裕しゃくしゃくで、えー、いいと思うし、公務員の方もね、あの公務員クビになることないので、余裕しゃくしゃくでいいと思うんですけど、まあ、民間企業にお勤めの方、まあ、正社員、純正社員、 えー、派遣社員、バートアルバイト、まあ、いろんな働き方があると思いますけれども、ちょっとやばいよね。あの、このままの状態だと、人減ラシがね、進んでいく可能性がありますね。特に飲食店とか、カラオケ店舗とかね、まあ、あ店舗経営をしているゲームセンターとかね、店舗経営をしている会社っていうのは、まあ、例えね、自分が本社ビルで、 えと人,事人事とか総務とかね経理の仕事をしてたとしても、まあ、実店舗が休みになってくると、まあ、営業売り上げがなくなってくるのでもちろん本社の人も削減してくるし、まあ、場合によっては会社が、まあ、潰れちゃいますよね。で店舗,店舗で頑張ってる人は、まあ、自宅待機になっちゃってね。そ、まあうんまあ、そうそう お給料出ないから多分長くて3ヶ月ぐらいでね、まあ、とりあえず、えー、臨時解雇臨時解雇というか解雇というふうになっちゃうんだと思うんですよねこれね本当に厳しいかと思いますはいあと、まあ、政府がね雇用調整助成金の支払いをや,りますやってますけれどもそれもね一旦ねあの会社が全部100%給料支払って、まあ、その半年後とかね そんんなな感じでですよねね申請できんのが、ね、だからうーん、その支払うね、給料を支払うお金がないから雇用調整助成金もらおうとするんだけど、一旦支払った後じゃないともらえないっていうとね、じゃあ潰れるしかないよねってことになっちゃうし、まあ、雇用調整助成金がもらえるからっていうことで、みんえー、銀行行ってね、 絶対にもらえるから、あのつなぎ融資してくれっていうのはありますけれども、まあ、どこまでつなぎ融資してもらえるかどうかにもかかってくるかと思います <coughs>。でね、このままだと自己破産になってしまう人すごい多いと思うんですよね。なまあ、自己破産とか民事再生とかね、まあ、とにかく、た、えーまあ、多分クレジットカード持ってる人多いと思いますから、カードクレジットカードで借金すると思うんですよ。 すで既にまあ借金してたりリボ、利ボ払いにしてる人が多いと思いますから、まあ、追加でね、借金したり、追加でカードいっぱい作って、えー、借金したりあの、楽天スーパーローンとかね、200万ぐらい借りれますから、あのカードね、1枚作れば、あれ、200万もあれば余裕だと思うかもしれないですけど、200万円もね、やっぱり半年ぐらいでなくなっちゃうんだよね。うん、だから、ちょっと半年で収まればいいですけどね、今回の <laughs> コロナがね。 ひょっとしたら年末とか来年まで続いてしまうと、まずいのでね。で、まあ、もう今はね、もう自分だけでも助からなくちゃって思わなくちゃダメですね。もう周りの人のことを考える余力がだんだんなくなってくるよね。で、まあ自分だけでも助かるってことは、いいことなんですよ、これ。周りに迷惑かけないってことですからね。親とか、兄弟とかね、親戚に迷惑かけないじゃないですか。 でまずは自分が自己破産とか破産しないようにですね自分だけでも助かるためにっていう考えを、まあ、まず持たないとダメだねここまで来たらねで今日から FX を始めた方が良いと思いますマジでっていうことで、まあ、僕はね FX 毎日やってるんですけど実はね今資料整理してたら今年のお正月、まあ、1月1日か1月2日にね撮った 動画の資料が出てきたんですよでこれがね、えー、今年の 1, 1月1日から2日に作った動画の資料なんですけど、2020年はリーマンショック級の世界大恐慌が起こるらしいと。起きてるね、これね、今ね、コロナ,コロナショックが起きてますね。で、2、東京オリンピック後の不景気でリ,リストラに遭う可能性があると。 東京オリンピック後というか東京オリンピックが伸びちゃいましたからね。で、もちろんね、今年東京オリンピックやるつもりでですね、いろんな民間企業が、あの、まあ、お弁当用意したりさ、えー、いろんな横断幕用意したりね、椅子とか、 まあ机とか用意したり、いろんなものを用意してたと思うんだけども、それが来年になっちゃったじゃないですか。だから、売り上げが立たないんですよね。在庫になっちゃって、売り、まあ、だから、オリンピック委員会からお金がもらえないわけですよ。それで、<laughs> ちょっと待てよと。今年使うんじゃなかったのと。だから、ちょっと仕入れて準備しといてねって言われたから、椅子とかね、横断幕とか。 まあいろんな白線の粉とかね、いろいろ作って、在庫で持ってる人、持ってる会社いっぱいいるんでと思うんですよね。のお弁当の空き箱とかね。まあ、そういう人たちが、現金が入ってこないからね、1年後にその会社があるかどうかっていう不安もあるよね。はい。で、3番目、給料はますます削減されるかもしれませんと、これも実際起きてるね、今ね。コロナショックでね。で4番、老後2000万円の資金をどうやって作るかなんだけども、 老後どころじゃなくなっちゃいましたね。今年の正月はですね、まだまだ景気がいいと言われてまして、この日本でもね。そして人手不足、人手不足って言ってましたよね。だからアルバイトでも、まあこの千葉県松戸市でもね、コンビニのアルバイトの時給が1200円とか1300円とかにしないと、日中ですよ、あのー、人が集まんないと。 そんな時代でしたから、それが今や人いらないからみたいな感じでね、もうむちゃくちゃですよね。結局、まあ、スーパーマーケットとか、コンビニエンスストアとかね、まあ、食料を扱ってるところは、えー、お店をね、あのーえー、休業しなくていいってことなんで、結局勝ち組になりましたね、そういうところね。 で5番目、中高年の再就職、転職、独立は FX が最も優れていますと。まあ、結局ね、人手不足、人手不足と、ちょっと前まで言ってましたけれども、コロナが起きる前までね。それ、若い人がいないだけで、中高年は仕事がなかったんですよ。ね、ちょっと前まで、去年とか、えー、去年とかね、その景気がいい、景気がいいって言ってましたよね。 で人手不足で人が集まらないって言ってても中高年は仕事なんかなくてじゃあコンビニでねあの働かしてくださいとアルバイトでねしたらいやちょっと待って年齢今何歳ですか55ですかとかいやちょっととかなっちゃうじゃないですかあのデニーズでね働かしてくださいって言ったってちょっとイメージ違うもんねようこそデニーズでじゃないもんね中高年のおじさんがねハゲ頭で行ったところでさ だからあの、なかなか難しいんですよ。やっぱり社長がまだ20代とか30代で若かったりするとね、お互いに気まずいですからね。で、FX っていうのは、まあ、難しいし、難しいと思ったりねあの、お金がすぐに溶けてね、大金が溶けてなくなっちゃうと思ってる人もいると思うんだけども、それは国内 FX 会社の場合ね、海外はですね、あのレバレッジがすごい高いので、 わずか1万円でも、OK、でもす僕ね、せめてもいいかなと思ってましてね、1万円ってなると、1万円がなくなっちゃうときもあるんだよね。下手に高レバレッジでかけると。だから最初はね、あのまあ最初はもちろんですねデ、デモトレードでやるんですけど、まあうまくね、デモ講座でお金が増えていったら、まあリアルマネーでやっていくんですけどね、本当のお金でやっていくんだけど、 最初はね、1000円でもね、いいと思ってます。1000円でも、あのじわじわと増えていくんですよ。1000円入れれば、1日1000円は儲かりますから、で、翌日2000円になるでしょ。2000円が4000円でしょ。4000円が8000円でしょ。で、たまに負ける日もあるから、えー、っと、3歩行って2歩下がるぐらいでいいと思うんですけどね。で、じわ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 行くと、結構、ふくりで回していくのでね、1000円から100万円って結構すぐに行くんですよね。 で100万から1000万したらたったの10倍でしょだあっという間にいきますよね。1000から100万っていうのは1000倍だから結構時間かかるけど、複利で回すので最初時間かかるけど、途中からはもう全然あっという間ですね。で、2番目。年齢、性別、学歴、職歴、犯罪歴。全く問題不問ですね。はい。で、あの、今コロナでね、外出ちゃいけないって言われてますけど、 まあ外出ちゃいけないから働けないじゃないですか、まあ、コンビニとかスーパーのレジ打ちはいいかもしれないけど、まあ、人がね殺到しててそういう勝ち組の職業っていうのはみんな働きたいですよねだからなかなかそういうとこ就職できませんその点 FX はあの不問ですから誰でも100%必ず口座を開設することができますそれはもちろんブラックリストに載っている人も大丈夫です はい、ブラックリストに載ってる人もあの FX 今解説できます。で年齢もまた関係ないでしょだって株為替と一緒でさ株と一緒でね。はい、で性別もまた関係ないし学歴、職歴、犯罪歴、まあ、病歴も不問ですし、まあ、今ねあの病床に老けててですね。まああと えー、うつ病でね、布団から出れないっていう人も OK です、スマホでできるけど、まあ、できればね、パソコンでやった方がいいですけどね。はいで、3番目、若い上司にバカ扱いされません。人間の尊厳を守りますと。で若いね、あの兄ちゃんにね、兄ちゃん社長に19とか20歳とか30ぐらいのね、バカな、自分の息子より若いやつに、バカにバカって言われてさ、もうおじさんバカだなーとか言われるじゃないですか。 ね、そういうバカにバカって言われないですから全然大丈夫ですし家から出なくていいですからこのコロナの時代にはちょうどいいですしあの <laughs>、まあ、慣れてきてね資金も増えてくれば1日10万とか1日50万100万っていうのは1日ですよ1日50万1日100万っていうのは全然あの稼いでいきますからね1週間5日ありますから土日休みですからね月か月も 金までやってますから1週間で500万とか稼げますから、ひ、ま、と、あ、月2000万とか稼げますからね。ですから、あの、まあ、爆扱いされないですよね。家族にも今一度あの見直してもらえることができますよね。そして4、家から出る必要もありません。病気 OK と、まあ、コロナも、だから、えー、って俺ね、今年の1月1日に、 こういう動画作ってたのは、このコロナを予見して作ってたのかななんてね、自分で思っちゃったりしてます。はい、それで今ね、借金抱えてる人、2000万、4000万、5000万、1億、5億、10億抱えてる人も、あれ何だったんだろうねって。ね、FX やって、あっという間に返せたね、借金。で、それ、あ、その、なおね、毎月2000万ずつ儲かってるよね、これ。 何だったんだろうね、借金ってね。早く、もっと早く FX 始めればよかったねって思う日がね、きっと来ると思いますよ。で、こう世界旅行をしながら億万長者を目指してますと。まあコロナがね、いつかは終わるし、まあそう遠くないでしょ。まあ遠くないとスペイン風邪だっていつかは終わったわけですから、まあワクチンがね、できるし、アビガもできますから、まあそう遠くないうちに、えー、これコロナは収束します。 そうしたらまたね、あのみんな勢い余って飲みに行ったりね、外出てきますから、野球行ったりね、野球観戦行ったり、サッカー観戦行ったり、コンサート行ったり、もちろん、あのこう勢い余って世界旅行行きますよね、お金持ってる人は。で、FX は、あのしこしこね、お金貯まって、パソコン上で数値としても貯められるし、えー、コツコツ自分のね、銀行口座にも送金できます。 あの三井住友銀行とか三菱 UFJ とか鹿児島銀行とかねまああの信託銀行とか、まあ、どこでも送金できますからソニー銀行とかネット銀行でもできますよ送金がね <laughs> でたまにね ATM とか銀行行ってねあの現金を下ろすこともできますでしこしこためてコロナが終わった暁にはね、まあ、飛行機とか高価、まあ、客船でもいいですしね、まあ、ちょっと怖いか 公共客,客生をね飛行機とかでねあの世界旅行、その間にね FX で1億でも10億でも稼いでですねコロナが終わった時には世界旅行行くというのもね、えー、全然あの余裕っていうかみんなやってますからですよね。<laughs> ですから僕はねこの、まあ、今回のですねコロナの一件で まあ皆さん、家にいて暇で、暇っていうか、暇じゃないと思いますけど、家にいますよね。で、まあ、読書したりね、あの、ちょうどいいっていことで、まあ、家で、なんか、その、日曜大工とかやったりね、読書したり、ゲームしたり、いろいろやってると思いますけど、資格取得の勉強したりね、ぜ、ま、ひ、あ、ね、FX でお金を稼ぐっていうですね、勉強もしていただければと思います。これはね、知識を身につけるだけじゃなくて、 実際にトレードをしてですねあの、体に覚え込ませる必要があるんですよ。のなのであの、野球とかね、サッカーとか水泳と一緒でですね、スポーツと一緒なんですよね。えっと、まあ、座学で勉強して、まあ、理論は分かったと。野球のね、ルール分かったし、サッカーのルール分かったと。で、水泳のね、その水のかき方は分かったと。でも、実際にさ、ほら、やらないと。まずはあの 腹筋、背筋、腕立て、スクワット、あと、ランニングとかね。まずは足あの、下半身から鍛えてね、それから上半身に行かなくちゃいけなくてですね、理屈はわかるんですよ。頭では分かってるんだけど、もう体が全然ふにゃふにゃなんですよね。だからあー、まずは FX もですね、まずはあ理屈を理解すると。でこれは、まあ、Amazon で FX ってやれば、本いっぱい出てますから。 勉強して、そこからデモトレード、デモ講座作るの簡単ですからね。で、私の YouTube 動画のですね、動画解説欄にですね、手順書いてありますからど、どういうふうにすればですね、FX を開始できるのかという手順書いてありますので、えー、ぜひね、あのー、私の動画の動画解説欄にですね、 えー、見ていただきましてね <coughs> そしてですね、えー、動画ありますでしょで、まあ、新しいやつ一番新しいやつ見ていただいてこれですよねこれちょっと止めておいてでこれ動画解説でもっと見る そうすると、1、Windows 10が搭載されているノートパソコンを購入しますと。まあ、持っている人も必要ないですよ。でウイルス対策ソフトも入っていれば必要ないと。で、ノートパソコンの初期設定とリ,リカバリーディスクの作成、これも必要なければ必要ないと。いうことで、えー、5からですね、以下のページから XM のリアル講座を解説しますと。で、ここでねあの、リアル講座が出てくるんだけど、講座解説ですね。 であのデモ講座も解説できますから、えっとまあ、ホームページ見るとですね、えっと、リアル講座デモ講座の解説たでしょ、こにこに赤を押すんですよねそうするとデモ講座の解説もできますこれね全部あの英語でえ入れてくださいね、英語でねこれ,もこれも英語で入れてください、ね 希望言語は日本語とかね。で、これ、あの、この作り方、これは MT4 ですね。MT5 じゃなくて MT4 にしてください。口座はスタンダードでいいですね。口座の基本通貨は JPY。日本円、JP、ジャパンの円ですね。レバレッジは888名。一番上でいいと思います。一番上でいいと思います。<coughs> いろいろ選びますけどね。一番上でいいと思いますけどね。 投資金額は最大500万まで選べますから500万入れて <laughs> はいパスワード自分の好きなのね設定してで、えー、ここはねああとねあのあとメタトレーダー4を入れてスピード MT4 入れるんですけどまああと可能であれば中野研究会っていう LINE グループとかがあるのでね毎月1万1000円かかりますけどまあどうせね 何百万何千万何億って稼いでいけると思うので、まあ、全員が全員じゃないと思いますけどね多く行くのはねまああの毎日楽しくやってますよでこ,のここにメールしてくださいということですねはいそれで分かんないときはまあ電話とかメールしてくださいということですねあとは日本語住所を英語住所に変換するツールっていうのがあるんでねこれであのやるといいですよ はい。あとはあの、ここら辺、動画を作ってありましてね、1から、えー、16まで作ってあるんですよ。で、こ,これで、えー、MT、デモ講座の作り方もあるでしょう、10番に。はい。リアル講座の作り方もありますけどね。あと、MT4 のインス MT4 っていうのは、何かっていうと、これなんですよねあの。取引ツールのことなんですよ。で、あの、日本の講座だと、 えー、口座の、ね、資金管理とあの取引ツールというのは一体化されてるんだけど、えー、海外、特に XM は資金管理の画面、ウェブ画面と取引ツールというのは別になってるんですよ。海外は全部別ですね。MT4 っていう、ねま、メ,あメタトレーダー4っていうのが世界では、えー、共通的なです、ね、標準取引ツールになってますね。日本だけ違うんだよね。だから日本は勝てないんですよね。 これ一個一個ね動画見ていっていただければどういうふうにやればね勝てるのかっていうのが、えー、分かってきますからね是非今コロ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 で、ね、時間がある時にですね、えー、勉強していただければと思いますで先がね先が見えればですねあの皆さんも不安感というのはなくなってくると思うんですよ、まあ、何を努力して何,何の勉強をすれば 将来、えー、何ヶ月後、何年後にいくらになるのか、いくら収入が増えるのか、それ5000万なのか、1億なのか、今の借金はいつになったら返済できるのかっていうのがですね、えー、っとこの FX をやることによって、えー、道筋がね見えてきますので、えー、心の安定感にもつながっていくかと思います。はい、それでね、今ちょっと言いますけれども、<laughs> 今ね、これドル円なんですよ。で、まあ、ドル円以外にも、えー、取引は何でもできますからねあの。取引はいっぱいできますから、ポンドドルとかね、ユーロドル、まあ、いっぱいありますよ。全部ありますから、えーはい、あとはインデックスもあるしね、2K225 もできますし、えー、ダウもできますし、ゴールド、シルバーなんかもできますよ。 あと、ま、ああの、はい。あとは CFD キャッシュですね。現現生。ああ、だから、これはあれですね。あの、先物じゃないやつですね。もうできます。CFD できますし、何でもできますから、インデックスね。あと通貨ペアも山ほどありますから、えー、いろんなね、通貨ペアで。これずっと下行ってますから、ショートでいいと思いますね。まあ、ドル円だけやってるとね、 あのドル円の,あのいい場面が来ない限りポジション入れられないんだけどじゃあ、今日はトレードしないのかって言ったら持ってないよね、時間がねだから、いろんな通貨ペアをこう見てですねいろんな通貨ペアを見て例えばこれ、ユーロドルですね今、下がってるじゃないですかでこうちょっとあのいい場面に来ているとここ下がってますよね でまあ、75移動平均線を下げてるんでこれ、これショートですね。だからドル円は今全然だめじゃんかっつって、じゃあ今日もできないの、ね、明日もできないの、ね、にじゃなくて、そういうやり方じゃなくてね、あのいろんな通貨ペア、山ほどあるんで、こう、山ほどあるんで、まあ、チリとかニュー,ーニュージーランド、カナダとかさ、こんな下げてるでしょ、こんな簡単じゃないですか、だかここでちょっとサポートされてるんで、これ、また下行くのか上行くのかわかんないんだけど、 まあ、あの時間して変えてみると、こっちは下行きそうですね、ちょっとねあの。ドル円ばっかりやっててね、全然動かないじゃんということで、じゃあ、あの今日も儲かあのやらないから儲かってない、明日もやらないから儲かってないじゃなくて、こういうあの通,貨 <laughs> 通貨ペアとか、えーまあ、ゴールドなんかもありますよ、金の取引やりたい人はこれですね、まあ、ものすごく売ってますね、今。 爆、うん、上げですね。これ一般紙ですけどね。ああ、上って、これバーって上行きますよ。これ、きっと。わかんないですけどね。うーん、行きそうだね、またね。あでもだいぶ上行ってるね。ちょっと上ってから下下がりそうですね。あでも爆上げしてますね。あの、いろんな商品先物とかね、現物とかありますから、 あの一番悪いのは、どれ、まあ、円しかやらないとか、決めつけてしまうと、あのずっと負けっぱなしになっちゃう時があるんですよ。だから、いろんな通貨ペアをこうやって見て、上がってんじゃんって言ったら、これ、まあ、ロング入れるか、逆張りでショート入れてもいいし、まあ、ここまで来たらね、前回の高値来たらショート、逆張りでショート入れてみようっていうのもいいですよ。うん、でいろんな通貨ペアを見てですね、 え今日はこのペアとか今日はとか今週はこのペアが当たってるなっていうのが、まあ、あのツイッターとかね、えー、ヤフーファイナンスとかでの掲示板とかでね、えー、今はこの通貨ペアがいいよとかこの先物がいいよとか、ね、この現物がいいよっていうのが情報として出てきてますからこれで儲かってるこれなんかニュージーランドえー、ニュージーランド円ですよね だこういうですね、今もう本当にこれ、いや誰でもこうショートいれば儲かる儲かるよねと。ショートでいれば儲かれるじゃないですか、これ。結構こう、下までここまで下がるってきそうじゃないですか。で、ここまで下がるとしたら、そうだね、まあ60万ぐらい儲かるかな、これだったらね。まあかける金額によって違いますけど、えー、20万あれば60万儲かるかな今日、今日中にね。うん。まあ10万だったら30万。 1>, 1万だったら、1万だったら、そうだな、6万ぐらいかな、儲かんの。5万、六6万ぐらいかな、1万円の食金があったらね。1000円だったら、6000円ですね、儲かんのね。そんな感じでですね、まあ、むちゃくちゃ山ほどですね、通貨ペアあるので、えー、そのタイミングが来るまで待つっていうんじゃなくて、えー、いろんなね、通貨ペアを見てですねあ、今日はこれやってみようとか、Twitter とかいろんな人の、 発言見てね、これは今,今週おすすめですよっていうものをですね、これなんか見てください、おにぎりみたいでしょ、こんなのね。だいたいこう掃除系でいきますからね。で、あの時間足を変えてみてね、あ、これ下下がるよねってわかるじゃないですか、ここまで。ここまで下がるじゃないですか。<coughs> まあ、ちょっとあのよく見ないときいないけどね、まだね。うーん、下がってきてますね、右肩下がりですね。 まあだから、あの、そういうことをね、あの、気にしながらやった方がいいですね。まあ、どれか1個の通貨ピアノって、イラ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 しちゃって、見切り発車でやっちゃうんですよね。見切り発車でやってしまうと、これ日経225現物ですね、これね。今爆上げしましたね、これ。えー、っと、3時16分なんですけど、今。3時ぐらいに爆上げしましたね、これ。はえ、なかったですかね。上がってますね、日経225ね。 だからそういう形で、えっと、自分のね、その精神、スタイルをですね、常に良好に保つっていう意味では、いいかもしれないね。ああ、そっかそっか。日経、爆上げしたんですね、これね。うん。これ、ヤフーは、20分前のしか出てこないんですよね、これね。3時前ですね、これね。これ、2時56分現在のものしか出てくるきてないから、 うん、最後で爆上げしてますねこれね <laughs> これなんですかねこれえこれ何な,なんですかねすっごいですね、まあ、日銀砲か黒田バズーカかなんかですかねこれねどれぐらい上がったんですかねああなるほどねすっごい上がってますねなので、まあ、こういうねああ今上がってるっての発見したら、まあ、ロング入れるという感じでいいと思います だいぶ下がります,すっごい下がりましたけどまた右肩上がりで上がってるんで V 字回復する可能性あるんだよ、ね、2400円3万円とかいっちゃうかもしれないね,これね、本当にね分かんないですけどねコロナの収束が、まあ、2週間とか1ヶ月で本当に終わった暁には、まあ、ほとんどの会社は倒産してないでしょうから、まあ、消費がものすごい喚起されて車買ったり、ね、家買ったり。 まあ旅行したりね、の飲み会行ったりしますから、まあ一気に爆発するんでしょうね。日経平均が3万円くらい行くんじゃないですか、これ。二万8とか3万くらいね。なので、あの、まあ、最初はドル円だけが、ドル円ならどれ円だけっていうの。ポンド円とかね。まあ、億万長者に3ヶ月くらいでなりたいんだったら、まあ、ポンドですね。ポンド円かポンドドル。これ合成通貨なので、こんなマーケットないからね。 あのサーバー上で仮想的に作ってるだけなんですよ。でポ,ポンドドルとかやれば、えー、実体経済の2倍動くんでね、これね。実体経済の2倍動くので、えー、むちゃくちゃ儲かります。昔 <laughs>、ニコニコ生放送でグフフさんという人がいてですね、手持ち資金20万円を3ヶ月で6億円にしました。これ、ポンド円とかポンドドルやってたんですよ。だいたいポンドやってる人は えー、一気に破産するか、一気に億万長者になってますね。はい、ポ,ポンド触った方がいいですね。うん、ただ、もう一、一方向にグーっていくときがあるので、まあ、この時に一気にやれば、これだったら、え、1672とか一気に儲かれますよね。短期間でね、これね。えー、だから、1、2、3、ああ、これはいいのか。これ、あの時と一緒ですねは。一気に儲かるんでね。まあ、どれもこの時やったね、そういえばね。 ポンドはあのドル円の倍動くんですよね。なので、えー、一気にね、倍っていうとね、福利でやっていくとあっという間にお億万長者になるんですよ。うまくやればね。なので、えー、ちょっとね、1億、2億、今年中にちょっと必要だっていう方は、ポンドを触っていけばいいかなと思います。はい、それではね、今日は FX を始めてまあ F、今ね、自宅で、えー、西洋静養というか、えー、自宅待機されている方、自宅待機ですね、されている方は、えー、この、ね、機会をいい機会と捉えて、FX の勉強を始めていかれたらいいかなという話をさせていただきました。それでは、千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。